アメトイブキャプテン、キャプテンです。美人マネージャー、マネージャーです。そしてこちらね、なんとね、フレッドの、見てください、差し込み口があって光るんです。これいわゆるナイトライトってやつですか。そうです、そうです、そうです。はい、光っちゃったわっていう、ね、中井貴一さんです僕一番最初中井貴一さんですけど、そうです。しかもこれ、あ、オンオフありますね、はい、オンオフとありますんで、はい、これも飾ったら可愛くないですか。これ刺して、はい、ね、ぼやーっと光る、ぼやーっと光ります。これ足元気をつけてねってことですね。安いですよ、値段2750円。お、わお、ね、中井貴一さんのね、ランプぜひよろしければ一貫一台どうでしょうかミキブルーンあとコップもあります。コップ、顔の、顔のコップです。すごい口してる、ね、でしょ、ね、ほら後ろも本当に頭も切り捨てられてますけどこれはコップとして使うのはやったことないです僕は、はい、この中に、はい、あ、そちらのように、はい、これ太田さんがね、はい、ディスプレイしてくれましたけども、こうやってペッツ、はい、ペッツのね、ペッツにもフリントストーンがあると。あります。フレッドを入れてこうやって飾るの可愛いですね。はい、うん、お、すげえ、哺乳瓶もあるんですね。そうなんです。このこれ哺乳瓶なんですよ、これ、はい、ね、おっぱいチュチュチュって吸いますから、はい、ね、あと、うん、こいつのね頭突っ込んでますから、はい、これもできますからね、はい、こういう置き方も。哺乳瓶可愛くない？可愛いですね。ね、これも可愛いですよ。これ何年代ぐらいのもんなんですか、これって。うわ、それはもう。60やって。でもこの上のところがだいぶ、あ、もう、あっち近いですよ。いやらしいですよ。え？いやらしいです。何がですか？いや、その、劣化がどうなのかなっていう。いや、いやらしいです。ゆいこは真似してください。これで3960円。ああ、ね、哺乳瓶、はい、見た、あんま見たことないですもんね、はい、後で吸わせていただきますこれ大川さんに質問なんですけど、キャプテンに、はい、これ急にタッチ違うじゃないですか。はいはいはい、はい、これは一応バンバンですか。そうですね、はい、これバンバンですね。これはあの、はい、言ったらね、ここでコンボとか持ってるんですよ実は、はい、ね、でこれ箱付きのやつなんで、はい、これはね多分あ、アイデルですか、これマテルです。アイディアル、アイディアルってところの、はい、メーカーのやつなんですよ、はい、これだから会社によって顔の作りとか全然違うんですよ、はい、あんま指刺さないでください。ほら、指やめて、ね、もうね、簡単にへしょが出るからすごい怖かったキャプテンがすごい怖かった紹介しきれないぐらい無限にあるんです。そうですね、これだけじゃないですからね。だからちょっと前にあったこうピロードールとかもありますし、商品展開としてはすごいですね、うん、ほぼ貯金箱です。これも貯金箱なんで、はい、ほぼ貯金箱ね、コインバンクって書いてますけど、はい、こういうのをやっぱちょっと見た目も可愛いんで、はい、フリントストーンコレクターの方もいろいろ知ってる方いますけども、やっぱしどんどん部屋の中フリントストーンだらけとか花バビラってやると結構な可愛らしさと圧倒的な、はい、いやそこで咳込むんかい、違和感がね違和感すごいんですよ、うん、なのでね、ぜひ、まあ花バビラってなんだろう、はい、ってなったらまずはウィキペディアで、はい、調べていただいて、まあ代表的に言えばトムとジェリーとかもそうですし、そうですよ、そうですよ、キャプテン自信持ってくださいいやいやいや、キャプテンいや、俺は自信持ってよ、俺一切顔ずらしてないですから、すごいいや、じゃあってなってたのキャプテンじゃないですか。正確に言うと、メトロゴールデンメイヤーって MGM っていう制作会社にいた時に、はい、ハンナさんとバーベラさんがタッグを組んで作ったのがトム&ジェリー、はいはい、で60年代にハンナ・バーベラプロダクションっていうのができて、そこで作られたのがフリントストーン、フリントストーンです、はい、これ聞きだったんです。あ、なるほどね、太田さんね
これ巻き込んだな、権力を巻き込んだな、ね、というね、はい、歴史も知れるというね、はい、ハンナさんとバーベラさん、はい、あのだからハンナ、バーベラみたいな感じですね。どっちですか？僕ハンナです。僕バーベラ、どっちでもいいです。もう一度ね、トム・ジェリーもハンナ・バーベラって言ったところのね、ヨネ君の顔を見ていただきたい。いやいや、それを聞いた時にちょっと不安になった大川さんの顔見てください。いやいや、俺はもう知ってたんですけど、バカな、ヨネ君によく真面目さが出ましたね。いや、ハンナ・バーベラっすね。こういうのがやっぱり面白いですね。そういうのもね、逃さないよ、はい、よろしくお願いします。ということでね、はい、今回は、フリントストーンをお届けしましたけども、はい、それでは最後ね、謎かけて終わりたいと思います。はい、はい、よっしゃ。フリントストーンとかけまして、フリントストーンとかけまして、社長の寝言と解きます。社長の寝言と解きます。その心は、原始時代もいいよね。お腹が太田さん。原始時代もいいよね。助かりました。正解です。正解です。太田さんが正解です。バイニュー。ならばだ。